疲れ様です。頑張りすぎていませんか？疲れた時は休憩しよう。そうしよう。口どけスッと爽快、ロッテソーファイトです。10分集中、よーいスタート。お疲れ様。それじゃあ休憩しようか。休憩しよう、そうしよう。休憩しよう、そうしよう。休憩しよう、そうしよう。いただきます。頑張ってよかったね。塔の中に入っていただいて、こういう感じで、そしてこの蓋が CG でくるくるになりますので、もう隙間からまず話しかけると。お疲れ様です。Ready and out。お疲れ様です。頑張りすぎてませんか？疲れた時は休憩しよう、そうしよう。ファイトです。お疲れ様です。頑張りすぎてませんか？疲れた時は休憩しよう、そうしよう。ファイトです。お疲れ様です。家事ってやることがエンドレスですよね。キリがいいところで休憩しよう、そうしよう。私も掃除するか。スタート。カッ、おお、いいと思います。ナイス。はい、10分はもう気合いなので、10分集中って言って、アッチ。10分集中、よーいスタート。20分、頑張ろう。よーいスタート。一緒ならできるよ。よーいスタート。スタート。ナイス。ブーアクション。この位置で行きましょう。この位置と。はい。OK。アクション。お疲れ様。それじゃあ休憩しようか。休憩しよう、そうしよう。休憩しよう、そうしよう。休憩しよう、そうしよう。ありがとう。はい、うん、それです。ピリ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 。
になります。お疲れ様。私がまさか層から出てくる日が来るとはって思いましたけど、なんかこうやってこう応援したり、なんか誰かをこう励ましたりすることって、なんか自分もすごく幸せな気持ちになるなって思いました。私の弟もよく最近なんか勉強してる姿をよく見かけるんですよ。だからそう渡して頑張れよって言ってあげたいですね。何十分間もカメラに収められることってないので、こうやって続けて映ってるとなんかドギマギしちゃいますね、やっぱり。でもやっぱりなんかこれが公開された時に一緒になんか勉強してくれてる人がいるんだと思うと、私もなんか筆が進みましたし、ぜひ勉強のいいお供になればなと思います。去年の夏の映画の撮影に実際にこう賞を差し入れしていただいて、たくさんの層がなんていうの、クーラーボックスに入ったものを見た瞬間に、その日はもう本当にカンカン照りで、こうもう本当に汗かきながら撮影してて、でもどうしようみたいな思ってる時に、そのクーラーボックスが届いた時に、もう本当に宝箱ってあるんだなって、なんて玉手箱みたいな、開けた瞬間にその先に層があるみたいな、本当にオアシスで、その食べてるみんなの顔もすごい、もう見たことないぐらい幸せな顔してて、やっぱ層の現場への差し入れっていうのはどんどん積極的にしていきたいなっていうのは思ってますね。まず言うなら、もういつの時間食べてもシャキッとリフレッシュできる。どんだけこう目の前がモヤモヤしてても、パッと目の前を晴らしてくれる、そんななんかこう爽やかさと、そのシャリシャリしたなんか自分なんかこう、シャリシャリした新鮮味がすごく好きなので、皆さんにももっともっと伝わるといいなと思ってます。お疲れ様です。家事ってやることがエンドレスですよね。キリがいいところで休憩しよう。そうしよう。口どけスッと爽快、ロッテ。そう、私も掃除するかも。